皆さん、こんにちるちる。商業 BL レビューサイト、ちるちる記者のほぐしみと、つなよしです。2週間前のちるライブで、皆様にコメント欄でいろいろおすすめいただいて、読みまして、私、買ってすぐに。もう、今、囚われてるんです。私、このホタルビーエンヤに囚われてるので、ちょっとやらせてください。ちょっと世界観がもうなんか闇寄りというだけでちょっとねじ込んでしまったんですけど、この話したいです。あ、もうどうぞ。あ、ちなみに私もほぐしみさんに激推しされ、はい、一応独語ではあるので、はい、ちょっとお話をしつつって。これもめちゃめちゃ良かったです。マジでめちゃめちゃ本当皆様ありがとうございました。戦時中ビールですよね。例の戦時中ビール、はい。これしかもね、これすごいのがこのもうヒビエルレベルから出てるんですけど、ゴリゴリグリッグリビールです。グリッグリビールです。この作者の天瀬先生はあれですね、他の作品もいろいろ書かれていて、そのヒビエルの方でここは今日、ここは今から倫理ですでしたっけとかを書かれていて、簡単にあらすじをお話し、あらすじというか作品の世界観なんですけど、これ登場してくる彼ら全員特攻隊、戦時中ですね、神風特攻隊ってあったと思うんですけど、特攻隊の隊員の中のいろいろなお話でして、はいはい、もう戦争ももうすぐ終わるかな、もうすぐ終わるっていうか、1945年ぐらいの話だと思うんですけど、だから これから特攻に行くのが決まってる、若者、少年から青年ぐらいの人たちのさまざまなその中での恋愛というか、一夜のこう交わりというか、関係を収録した短編集になってまして、はいはい、上巻の方はですね、3カップリングかな、お話が入ってると思うんですけど、そうですね、はいはいはい、1個目の話はなんかその受けの方がすでに攻めをすごい最愛だった攻めを失った後に、うん、ちょっと彼に惚れ込んでる新聞記者の人に出会って、一夜の間違いというか、一夜の過ちとして彼にちょっと抱いてもらうみたいな話、その抱いてもらった時にポロッとその最愛の人の名前を出してしまうみたいな。ちょっと、はいはい、でそれが待って、結構ゴリゴリそのメインのカップは2つかなと思うんですけど、で1個のその真ん中に出てくる橋打ち注意編。常井さんお気に入りの、私も好きですけど、橋打ち注意編ちょっと話すと、はい、なんか橋打ち注意編はなんか、なんですか、その、こう整備兵、なんかその特攻隊じゃなくこの軍に入隊してきた若いその男の子と、はい、で、でもその特攻隊に、この軍隊に入隊してくる前に未亡人にすごいエッチなあれこれを仕込まれている年若い青年の、はい、ちょっと純情っぽい男の子と、その特攻に行く前になんかその男に抱いてほしい、結構豊島のその特攻隊員の中だったら豊島の受けが出てきて、はいはいはい、抱いてくれないかってその受けの方からその年下に迫るって、そのちょっと飲み会でその経験豊富なのを知って裏に連れてきて抱けって言って、でも一回断るんですけど、うんうんうん、その受けの方に特攻が決まって、それでちょっとそのね、なんか願いを叶えてあげたいなみたいな気持ちにどんどんなっていって交わっていくって話なんですけど、そうなんですね、その受けの方がさっき言ってた橋打ち注意っていう方なんですけど、はい、年齢もあるのもあって、はい、なんか出てきた時はそんなに受け感があるかって言ったら、はい、私はそんなに感じなかったんですけど、はい、でもなんかちょっと乙女な感じも勝手にするというか、垂れ目っぽい感じ、なんかすごい顔に色気があるんですよね。なんかトロンってしますよね。そうそう、すごいなんかやさおってか色男っていう感じで当時、ね、なんか言われてたのかなって感じのとこの人なんですけど、でそうなんかでやっぱりなんか実際にあるのかどうかちょっと分かんないんですけど、それね、そういう感じだからこそ軍のその中でも結構自分がまだ年下だった頃に上の上官の人からいろいろ犯された経験があったから、で一回だけそれですごい良かったことがあって、それを忘れられないからもう一度快感をみたいな感じで、そう思ってる橋打ち注意がすごくなんかいじらしいなって私は思ったりもして、でもなんかちょっとリアルなのがすごいいいんですよね。そうですよね。でなんかこう、年もいってるし身分もある人が、その年下、はい、というか本当に若造って感じなんですか、はい、そういう人に対して自分は抱いてって頼んでる、そのなんか状況もすごい、ちょっとグッときて
きたというか、私はちょっとまだ見たことない感じのものを見せていただけたなって思いましたし、そうで結構みんなテンパってるというかもうあのテンパってるはいるけどあのやりたいことはやりたいというかどっちも欲望があるから、うんうんうん、すごいこう結構みんな作中のセリフこうつっかえつっかえだけど一生懸命伝えるんですよね、うんうんうん、思いをそれもなんか一生懸命な感じがしてすごい良かったんですけど本当にこれは全部特攻で特攻に行ってしまうことが確定しているのでそうなんですよ それを思いながら読むっていうので結局もう最後は なくなるっていう最後がもう見えてるわけで、うん、そうだからこそすごいねエロシーンって言いましたけどあのエッチなシーンが本当にすごいですよね、うん、なんかいやあの福島さんが言ってたあの表現で私はすごく合ってると思ってます、はい、いやなんかそれ全然大丈夫だと思ってますいや私はすごいもうなんか危機迫るエロ危機迫るエロすごい私はそれ大賛成で思っ てなんかその本当なんだろうそのエッチだわーいっていう感じじゃなく なんて言うんでしょうねその危機迫るっていうのが書いてるその先生もすごい思いを乗せていらっしゃるなっていうのがめちゃくちゃ伝わるし、はい、キャラクターが生きてるんですよねそうめちゃくちゃ生きて生命が輝いてる感じがすごくてそう死にゆく最後だからこそこれだけねその生に、うんうん、あの生ってあの生きる方 の方を求めるからこそこれだけね 性的なところにもグワーっていくのかなっていうのもあって、うんうんうん、まあ本当で橋内注意編は結構そんな感じでまああのこうラブラブじゃないですけど、うんうんね、のこの後書きにもあるようにもしそうこの後どうなこうじゃ違うエンドがあったらみたいな感じで書かれてすごいなんか相性いい2人ですよねそうですねなんかその2人が特攻に行かなかったとしたらみたいな未来をちょっと考えて幸せになれるそうそうようななんかおぼこい感じのなんかこうちょっと今後もいけそうだなってすごい仲良くしていけそうだなって思える感じがすごいあったいや一生懸命な感じもねいいですよね塚本くんいや本当にそう塚本くんの娘の方もね年下感もめちゃくちゃ良くて でもう一こう入ってるカップリングの方がとんでもないですね、はい、ヤギ注意編っていう方なんですけどあの冒頭で出てきたその新聞記者に抱かれていた、うん、あの彼田中静馬くんって言うんですけど、はい、田中静馬くんの最愛の男が生きていた時代の2人のお話になってましてそうなんですよだからなんか1個目のお話読んだ時に最後にあのヤギ注意の名前をね、はい、静馬くんが呼んだ時に、はいはい、あのまだ読者としてはそのヤギ注意のこと知らないので、はい、誰なんだろうヤギさん会いたいですみたいな、ね、そうって言ってたらそれでヤギさん来たーっていう誰なんだろうと思ったら、はい、ここの方に、ね、出てでヤギ注意編はあのヤギそのヤギさんとあの田中静馬くんはあのヤギさんの方が攻めで静馬くんの方があの受けなんですけどで八木さんのが身分がこっちは上なんですけど、はいはいはい、で八木さんはね結構そのなんか暴君というかその軍の中でもめちゃくちゃ厳しいそう厳しい人間として名を馳せていたんですけど、うんうん、ある日彼がすごいこう気分が落ちているというかなんか涙を流しながらねタバコ吸ってるシーンを静馬くんが見かけちゃうわけですよ、はいはいはい、でなんかその八木さんのそのちょっと繊細な部分というか多分本当は、うんうんうんあの繊細な男なんですよあんまりその軍とかそういうの男社会とか多分苦手だけど、はいはいはい、そう無理してそうだから振る舞ってる感じの、はい、八木さんの弱さを見てしまった静馬くんがですねちょっとそうあの一夜のこう過ちというかところから体をつなげるような、うんうんうん、思い合うような関係になっていってで静馬くんは多分自分がゲイだってことをうっすら自覚しているし、うんうんうん、あのそうなんですけど八木さんは多分そうじゃないっていうのは静馬くんずっと思っているからこそ、はいはいはい、八木さんにあまり踏み込ませすぎずでなんか進んでいってで八木さんの方がですね先に特攻の日を迎えるんでございますね、うんうん、でその時に、まあ、なんかどうしていくかみたいなところとかをねちょっと読めるんですけどそういやなんか多くは言わないですけど物を交換するところが私は、はいはい、とても良かったです、はい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 、いや私ヤギ注意も好きなんですよねなんかヤギ注意ってすごいこう男の人のなんか強さと弱さと繊細さを詰め込んだような攻めだ し、なんか、はい、全然悪い意味じゃないんですけどすごいあ弱い人なんだなってちょっと思っちゃいましたそうで
かその弱さを分かった上でまだ全然そのこっちもそのタイのなんか序列的に言うとヤギチュウがだいぶ上で、うんうん、多分そのシズマくんはまだ全然下の方の一平卒ぐらいな感じなんですけど、はいはい、あのねそのなんかでもその下のシズマくんがそういうヤギさんの弱さをね、うんうんうん、気づいて包容していくのがすごいいいですよね。いやいいです。でそのヤギ注意編のラスト結構衝撃なんですよね。あはい衝撃でした。そうちょっとあのああそうそうかこれがあそうなんか今のそのヤギ注意の性格とかを踏まえて、うん、あそういくんだみたいな。ちょっとびっくりしました、はい、かなりそうなんですっていうあれがあるのでちょっとあのこれをね闇という言葉で片付けていいのかちょっと分かんないんですけど、はいはいはい、あのそういうちょっとねちょっとこうほの暗いというかもう死が確定している世界での、ね、あの、うん、聞き迫るエロ濃厚なエロをぜひ堪能いただきたいなと思います ね、うんまあ、ですね作品のトーンがダークっていう意味とまあその終わりが決まってる。そうですね。いいなんかそのハッピーな終わりとはまあ、とても言えないような終わりが決まってるっていう部分では、うん、もしかしたら闇分類なのかもなと思いました ね。あの私あのこれあの普通の紙版でね購入したんですよ。今手元にあるんですけど、でこれ紙版結構あれまだ修正が入ってるなと思って薄消し特装版みたいなのを薄消し、はい、薄消しもう何がとはもうあえて言いませんけど、はい、薄消しになっているみたいなことを噂でねちょっと聞いてるんですけど、小口さんずっとその話してますもんね薄消し買おうかなっていう話をブツブツブツ横でずっとずっと、まあ、ちょっとあのお値段もしたりもしたするっぽいので、こっちが約1000円弱で買えて、あでも薄消しの方なんかいろいろついてくるとか。そうですよ、薄消し版はなんか400ページあって、そうなんかネイブな載ったりとか読み切り載ってたりとかなんか豪華ですね。あるのでもう本当下巻もまた待ち望んでますね。まだそうですね、電子上上ですもんね、はい、電子の単話の方もちょうどこのコミックに収録されたところまでが、あ、はい、そうなんですね、やってるので、あでも本当下巻は私も絶対もう透き芝版買おうと思いました最初から。あもう決めてるんですね。はい、もう決め心に決めてます。もう下巻が早く出ることを本当切に祈ってます、うん、ぜひぜひこの戦時中戦後戦中 BL ですよ、蛍火炎夜、今すごい熱いと私は思ってますし、はい、皆さんは結構お読みになられてるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、それではバイチルー。バイチルー。